防災推進国民大会2019クロージングセッションを開始いたします。本日司会を務めさせていただきます CBC テレビのキャスターの大石邦彦です。どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに防災国体の主催者である防災推進国民会議の秋元俊文副議長よりご挨拶申し上げます。秋元副議長よろしくお願いします。ご紹介いただきました日本消防協会会長そして日本防火防災協会会長という仕事をさせていただいております秋元でございます。主催団体の一つであります、防災推進国民会議の、副議長という立場で、クロージングにあたってのご挨拶をさせていただきます。今台風19号による被災現場の報道が毎日流されておりますが、あの現場のご様子をもう拝見しておりますと、まだまだこれから大変だろうなと思われる。そしてまたあの中で、お亡くなりになった方々、無念の思いはもうひとしお強いだろうと思われます。皆さん方にご冥福をお祈りを申し上げますとともに、心からお見舞いを申し上げます。まあ、そういう中でありますけれども、一方で、この名古屋大会を開催するということになったわけですけれども、ご存知のようにこのところこれまでと様相の異なるいろんな災害が全国各地で発生をしておりますし、またこれにどう対応するかということになっては社会環境も変化がいろんな面でございます。そういう中で、消防防災対策どうするか、防災減災をいかに進めていくかということはもう待ったなしといったようなそんな感じもいたします。で、そういう中でこの名古屋大会を開催するということにさせていただいたわけでありますけれども、愛知県名古屋市、そしてまた関係の団体の方々、大変なご協力をいただきまして、おかげさまで、このように、まあ、これまでにの大会と比べても最大規模、まあ、およそ1万人の方がご参加いただいたということを聞いておりますけれども、規模も大きい。そしてまた、福和先生はじめいろんな方々にお世話になりまして、内容の面でも幅広く多岐にわたるというその素晴らしい大会を開催することができました。このことにつきましては、まずこの地域、名古屋地域はかつての伊勢湾台風もございますし、さらにその前には濃尾地震といったようなこともありますし、セッションの中でも取り上げられておりますけれども、南海トラフといったことも大変気になる、そういう地元の皆さん方のご関心の高さといったようなことがこの背景にあるんではないかと思います。この大会に参加していただいた方々、先ほどおよそ1万人というようなことを申し上げましたけれども、本当に主催者としては大変ありがたいこと、皆さん方にここから御礼を申し上げる次第であります。で、この名古屋大会では学ぶ、つながる、強くなる、そういうことで大規模な災害に備えていくとか、あるいはまた防災をもっと日常にという呼びかけをしていく、まあ、そういうことでやらせていただいたんですけれども、皆さんいかがだったでしょうか。言葉の使い方はまあ、立場人により多少違うことがあるかもしれませんが、基本的な考え方としては、共鳴できるなと思っていただいた方が多いんではないかと思います。私の関係している団体のことを申し上げるのはちょっと遠慮しなきゃいけないかもしれませんが、実は私ども日本消防協会の方におきましても、東日本大震災の体験から、地域の皆さん、各企業、各団体の皆さん、もうすべての方々の総力を結集する、そうした地域防災力の充実強化が必要である。で、このことを国の政策としてもはっきりさせるということで、新しい法律を作るということはどうでしょうということで提案をしたんですけれども、国会議員の方々のご協力、ご賛同をいただきまして、これが実現をいたしました。地域防災力の充実強化、
この法律の趣旨に従って私どももいろいろやってきてるんですけれども、この名古屋大会の掲げているテーマと共通するものがあるわけでございます。名古屋大会にご参加をいただきました皆様におかれましては、ここで得られた知識、体験、思い、これをそれぞれのご活動の中でこれからまた生かしていただきたいと思いますし、そしてまた広くお仲間にも伝えていただきたいと、そうしてこれからどんなような災害がありましても必ず命を守り抜くことができるような、お一人お一人実行できることを実行して、そしてみんなで力を合わせて対処する、そういう体制を作っていく、これまあいわば一億総参加、一億総活躍ということになるかもしれませんが、そういう体制を作りながらみんなの命を守っていくということに向かっていきたいと思っております。そしてこうした大会をやってみますと、そしてまた皆さん方のいろんなご意見を伺っておりますと、まだまだ次々にいろんな課題があるなということも実感いたします。今日終わりにまた来年はどうするという話も出てくるかと思いますけれども、これから先もこういった大会大事にしていく、そしてまたみんなで頑張っていく、そういう機会にしていただきたいなと思っております。名古屋大会開催への関係の方々のご尽力ご協力に重ねて心から御礼を申し上げますとともに、まあ全国各地今もいろいろありますけれども、なんとか無事平穏であってほしいものだと、もうそのことをお祈りを申し上げましてご挨拶とさせていただきます。本当にこの大会にご協力ご尽力いただきました方々に重ねて厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。秋元副議長ありがとうございました。続きまして、防災国体2019の成果および来年に向けたコミットメント発表に移ります。今回の成果発表では、市民防災研究所の池上美希子理事をプレゼンターにお迎えし、さらに今回の出展団体から代表して7つの団体から今回の防災国体2019の成果を踏まえて来年に向けたコミットメントについて紹介していただきます。それでは池上理事、出展団体の皆様よろしくお願いいたします。はい、ただいま主催者の代表の方から大変盛況だったというお話がありました。なんとですね、211団体の方が参加されて、私ども7つに絞るというのは至難の業でした。でもそれをやらなければやはり時間限られた時間の中でご紹介できないということでしたが、まあ、今壇上に上がってらっしゃる7名の方たちがそうなんですが、一つその前に皆さんこの地球儀をご覧ください。これは先ほど伺ったばかりなんですけど、スフィア社様から特別にご提供いただいたもので、これお借りするとものすごい高価なものだそうです。金額は分かりませんが、今回は私どものためにどうぞということで社会貢献していただきました。なんか触る地球儀と言われているそうなんですが、まだ使い方は私は熟知しておりませんので何とも説明できませんが、地球上で何が起こっているか、災害が起こっているということがすぐ分かるというような地球儀だそうです。後でもし機会があれば触って体験していただけたらと思います。はい、それでは今回ですね、セッションやブースなどをされた団体から今年の国体を踏まえて来年の国体に向けていろいろと目標をコミットメントを事前に提出していただいております。でその中から、7つを選んだんですが、大変魅力的な目標が集まっております。それで、まずはですね、昨今被災地でボランティアや NPO などの市民セクターが活躍される場面が増えておりますが、高齢者など要配慮者などの問題がクローズアップされております。防災部門と福祉部門との連携がますます重要となっております。民間企業の力も大変重要です。
今回の国体は民間企業の参加が激増したというのが、大変な大きな特徴となっております。被災地にいち早く駆けつけて炊き出し支援などをされて、いらっしゃる民間企業、それから学校の強靭化に貢献する民間企業、さまざまな活動が今回の国体でも発表されました。まず NPO を代表して J ボワードさん、福祉部を代表して福祉防災コミュニティ協会、民間企業を代表して山屋物産、機能ガス普及推進協議会から続けて発表をお願いいたします。まずは J ボワードさんから。全国災害ボランティア支援団体ネットワーク J ボワードの明星です。全国災害ボランティア支援団体ネットワークの明星と申します。我々 JBAD は、この防災国体において、行政社会福祉協議会が行う災害ボランティアセンター、さらには NPO などの民間支援セクター、それらの三者連携について、理解を深めるための、セッションを行っておりました。で、昨日から、いろいろな場でお話しさせていただいたんですけれども、ちょうど現在災害対応を行っている最中ということもあって、そうした災害支援の分野にもかなり関心が高まったというふうに思っております。で、来年までの目標としましては、そうした三者連携を都道府県域に広げていく、三者連携のネットワークを各都道府県に広げていき、今よりも 20% 増やすという目標を掲げていたんですけれども、昨今の災害の状況を鑑みましても、そんな悠長なこと言ってられないなと思っております。ぜひ加速させていきたいと思っております。また災害が起きたときには、いろいろな支援者が集える情報共有の場というものも、作っていきたいと思っておりますので、皆様にはぜひですね、そういった場を生かして参加をしていただきたいなというふうに思っております。そうした場が学ぶ、つながる、強くなるという今回のテーマに即したものになるように努力していきたいと思っております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いて、福祉部を代表して福祉防災コミュニティ協会。はい、福祉防災コミュニティ協会の代表をしております鍵谷と申します。どうぞよろしくお願いします。本日は仲間も来ておりまして、このような福祉避難所を充実させるというプロジェクトのご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっと込み入ってますので大変恐縮ですが、パワーポイントをご覧いただきたいと思います。昨年末の段階で、熊本地震の亡くなられた方は270名に上るのですが、そのうち直接で亡くなられた方は50名、220名は関連死、その多くは高齢者の皆様方でございました。次お願いします。これを見ていただきますと、亡くなられた方70代、80代、90代の方が大変多いということが分かります。また1週間以内、1ヶ月以内という比較的短期の間に関連死をされてしまったということもよく分かりました。次お願いします。で、亡くなられた場所はご自宅が多いんです。ですから避難所のように環境が整ったところに行けば助かった可能性はかなりあります。そこで、福祉避難所を整えようということで活動を始めました。次お願いします。こんな感じで、穏やかに過ごせればいいわけですね。はい、お願いいたします。みんな元気になる福祉避難所プロジェクトでございます。我々が目指しているのは SDGs のこのようなものにも合致するというふうに考えて行動をしております。次お願いします。福祉避難所に必要なものをいろいろと調べました。ですぐには手に入らないけれども、決定的に重要なのがこの4つでした。1つは、精密機器でも使える電気です。もう1つは水なしで使える清潔に処理できるバリアフリートイレです。そしてすぐに避難所を開設できるマニュアルキットです。そして福祉避難所はなかなか周知されないという課題を解決するための看板でございます。次お願いします。で、愛知県でホンダの給電機売るのか、ちょっとドキドキしておりましたが、大丈夫でございます。プリウスにも使えます。日産にも使えるものでございます。はい、次お願いします。そのお金、大体ですね、700万くらい必要になるかと思います。そのお金はクラウドファンディングで集めたいと考えています。私たちもお手伝いをいたします。次お願いします。
このクラウドファンディングの返礼品はいつか誰かの命を助けることでございます。返礼品物の競争ではなく社会課題を一緒に解決する、そういったふるさと納税のご提案をさせていただきたいと思います。次お願いします。福和先生も応援団の一人でございます。ありがとうございます。はい、次お願いします。すでにですね、私がこの福祉避難所をやりたいので今日のクロージングセッション発表したいので、ご表明、関心あるとご表明いただけませんかとお願いしたところ、秋田県の男鹿市長さん、茨城県の常総市長さん、千葉県の市原市長さん、愛知県の幸田町長さん、広島県の熊野町長さん、高知県の四万十町長さん、同じく梼原町長さんから、はい、どうぞおっしゃってくださいというような好意的なご返事をいただきました。次お願いします。上総市長様からはこういった好印付きのメッセージ、次お願いします。四万十町長様からもメッセージをいただきました。次お願いします。はい、なんと幸田町長、成瀬敦様には本日応援したいということでわざわざ会場にお見えになっています。成瀬市長、ちょっとお願いします。もう突然のご指名で大変恐縮でございます。喋っていいですか。はい、はい、こんにちは。愛知県の市町村であります幸田町長でございます。三河地方にあります4万2000人ぐらいの小さな町であります。今年台風たくさん来ましたけども、その都度警報を発するときに避難所を23箇所開設いたしました。ほとんど空振りでありましたけれども、それでも良かったです。運よく今年の台風は愛知県の幸田町におきましてはほとんど被害なく終わりました。最近の避難所における減少、家族の方がお年寄りだけを先に置いて若い方はすぐ家に帰ると、そういった避難の仕方があるんだなと、僕はこれでいいと思ってます。いざという時はやっぱり高齢者は運び込めないですよ。でそういった時に、初めて分かりました。おむつが必要な方、それから薬が必要な方、車椅子で来られる高齢者の方々、そして薬を必要とされる方々、そして会話が必要とする方々、さまざまな方が避難所にお見えになりました。そういった時に私たちは避難所はですね、ただの仮の住まいといいますか、避難というだけではなくて、やっぱりしっかりと福祉的な避難の配慮、そこに来られるお年寄りに対して私たち職員も含めてですね、やっぱり話し相手だとか薬だとか保健医療的なアドバイスができる人だとか、そういった人が本当に必要だと思いました。そういった意味でこの今回ですね、福祉避難所の機能というような形でこれから発展することによって、ますます幸田町はもっともっと良い福祉避難所ができるんじゃないかなということで、鍵谷先生に安全安心なまちづくりとして今関わっていただいております。幸田町もぜひ愛知県の中で今までの事例を含めて、モデル的ケースになるような形でですね、しっかりと関心を持って、良き福祉避難所ができるような形で貢献をしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。飛び入り参加があったり仲間と一緒に壇上に上がっていたり、大変分かりやすい発表ではございました。時間は少々お使いいただきましたがそれでは、山屋参加、はい、よろしくお願いいたします。山屋物産有限会社の浜地と申します。3日以内に、地震が起きると現地に入らせていただく炊き出しメーカーをやらせていただいております。で今回ブースの方では炊き出し器を使って実際にご飯を炊いて提供させてもらっていたんですけれども、実際の災害地におきましても実際自分のところの炊き出し器を持って現地に入らせていただいておりました。で熊本地震に入らせていただいた時には益城町総合体育センターの方に実際に入らせていただいて自衛隊さんの方々と同じような形で東調理場というのを作らせていただいて、その場で炊き出し器をはじめとしたシステムを使って現地の方々に1日1500食かける2、3000食ぐらいをだいたい2週間半ほど提供させていただいておりました。ですけれども実際に震災関連死が200名以上あったということを後ほど聞かせていただいて、もっと何かできることはないかということを考えておりました。でその中でお出会いさせてもらった
避難所避難生活学会という学会の方々とともに臨ませていただいたのが北海道胆振東部地震でございます。その東部地震においては炊き出し機は結局食を支えることしかできなくて、それ以外にももっと支えていかないことがあることを、学会の中で教えてもらって、でそれの中で気づかせてもらったのが就寝の場所ベッドでありました。美味しいものを食べて雑魚寝をするとどうしても体がなかなか動かなくなって、こう立ち上がったりするのが億劫になると、調理場まで昨日まで来ていただいた方が来て来れなくなったりっていうふうな話を聞かせていただきますと、寝る場所も提供していかないといけないということを気づかせてもらって、その場で段ボールベッドのメーカーさんと組ませて やらせていただいたところ、北海道胆振東部地震では避難所のところで亡くなった方、震災関連死の方々はほとんどいなかったということを聞かせていただきました。結果として出たということが僕らの中ではとてもありがたかったですし、これの活動を続けていくことが間違いでなかったということをその時に気づかせていただきました。一般企業ではあるのでどこかで利益は求めていかないといけないんですけれども、それ以上に困っている方々を助けたいという気持ちは人一倍あるつもりではおります。でそれをしっかりと形にしていくべく立てさせていただいた目標が、中部地区は大変我々弱いので、そこに少しでも炊き出し機を持つ自治体さん自治会さんが一つでも多く増えるように、そして就寝場所っていうものもしっかりと考慮していかないと震災関連者は減らないということも気づいておりますので、その効用とか効果っていうのを今回 の防災国体の中でも PR させていただきましたし、こういう話が聞きたいということがありましたらまたお声かけいただければというふうに思いますので、少しでも自治会に一つ一個ぐらいは持っていただきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、こんばんは、機能ガラス普及推進協議会の長坂と申します。機能ガラス普及推進協議会とはですね、国内の建築用のガラスのガラスメーカーはじめ、卸売り小売りのですね、業界7団体で構成されている協議会でございます。今回防災国体に初めて参加させていただきまして、数多くの方が我々のブースにも来ていただきました。防災安全ガラスのですね、ご説明をさせていただいたんですけれども、ほぼ残念ながら認知されていないといいますか、そういう状況でしたので、まずはご説明させていただくと、改めて防災安全ガラスのですね、必要性をほぼすべての方がですね、感じ取っていただきまして、今後、ご自宅を新築リフォームするときにはぜひ採用させていただきますよというようなお声をいただいたと同時にですね、皆さん方の近くのですね、一般避難所、小中学校ですね、そこに防災安全ガラスが採用されている普及率は2015年の統計でわずか 1.7% なんですね。先ほど避難所の話も出てましたけれども、台風地震で窓ガラスが割れて避難所にガラスが散乱して一般の人は避難できないという事例も全国でございます。そういった事例をなくすために我々協議会が防災安全ガラスのですね、必要性を訴えてこれから進めていきたいというふうに思っております。というわけで今後のコミットメント2つ明示させていただいております。2017年から災害時の避難所となる学校施設等へ今防災安全ガラスを寄贈してまいりました。これまで4校寄贈してまいりまして、今年2019年10月10日にですね、和歌山県白浜町の比企中学校にですね、防災安全ガラスの寄贈をつい最近実施してまいりました。これをまた2020年以降もですね、ぜひ続けていきたいと思っております。でこの10月10日というのが我々ガラス業界ではキーワードでして、今年度からですね、この10月10日を透明透明窓ガラスの透明透明をもじってですね、記念日窓ガラスの日という記念日にさせていただきまして、この初代記念日に先日寄贈させていただいたということになります。でもう一つはですね、先ほど普及率の話をさせていただきました。この普及率 1.7% を2015年ですから、前回のデータがこの5年後の2020年にはぜひ 5% のですね、普及率を達成したいというふうに思っております。ですが残念ながら我々の業界だけではまだまだ微力なものですから、ぜひ内閣府の皆様、国土交通省の皆様、あるいは文科省の皆様、経済産業省の皆様のご協力もいただいて、ぜひこの目標を達成していきたいと思っております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんの発表を伺っていると、来年が楽しみ、再来年が楽しみという感じでございます。それでは、今年は伊勢湾台風から60年にあたりますが、自然災害からの教訓を次の世代に伝えていく、その取り組みをしておられる国土地理院から、また、親子広場に見られるように家族で参加される方も多くいらっしゃいました。愛知県でママやお子さんをターゲットにして防災活動を展開されておられる防災ママ柿翼、同じく愛知県から若者が防災にアプローチする日本ボーイスカウト愛知連盟から、続けて発表いただきたいと思います。それでは知事員様からどうぞ。国土地理院の小野と申します。国土地理院の最近の取り組みといたしまして、自然災害伝承碑というものを今年の6月から、ウェブの地理院地図というものを通じて掲載をしています。自然災害伝承碑というのは、自然災害の様相ですとか、あるいは、被害の状況といったものが記された石碑あるいはモニュメントを言います。自然災害の中では、例えば河川の氾濫による浸水、高潮、土石流といったような災害については、同じような地域が繰り返しその被害に遭うことが言われています。自然災害伝承碑があるということは、その地域にはそうした自然災害の危険性があるというようにも言えます。我々がやっております地図を通じて、そういった自然災害伝承碑の情報をお伝えすることが、地域の防災意識の向上に役立つものというように期待をしております。今回の防災国体の中では、国土地理院のブースに来ていただきました多数の来場者の方々に、この自然災害伝承碑の取り組みについて紹介をさせていただきました。私たちが始めている自然災害伝承碑の取り組み、まだ始まったばかりなんですが、これからも広報活動をしまして、市町村の方々のご協力を得ながら掲載数を増やしまして、ぜひ来年の防災国体までには、当初出発点に掲載した数の倍以上に掲載数が増えているように取り組んでまいりたいと思っております。皆様方にもこの自然災害伝承碑の情報をぜひご活用いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは防災ママ柿翼さん、どうぞ。防災ママ柿翼の高木和恵と申します。よろしくお願いします。防災ママ柿翼は、乳幼児の、親子の皆さんに向けて、防災 の、 啓発活動をさせていただいております。私たち、同じママなんですけれども、初めは全然知識がなかったです。でも少しずつ地域 の、 防災啓発をされている先輩方から知識をいただきまして、少しずつ学び、私たちも防災士の資格を取りながら同じママたちに伝えております。防災国体2019では、いろんなきっかけを持っていただきたいと思いまして、こういったかわいい、フォトプロップスなどを作りまして、フォトブースを使って、フォトブースで PR させていただいたり、防災啓発の、動画を作って皆さんに私たちの活動を知っていただきました。で、成果なんですけれども、やはり学びとつながりです。セッションに参加し、私たち自身、先輩方や専門家の皆様から学びました。そのことをまずは家庭に取り入れて、これから私と、そして、先ほど言いました同じ親子の皆さんに伝えてい きます。つながりは今回の開催を通して新たな出会い再会で、100人余りの方と2日間お話しさせていただきました。お写真も撮りまして、ハッシュタグ防災国体2019でアップさせていただいております。愛知県で活躍されている先輩方、 SNS を通してつながった遠方で防災に取り組んでいる方からも声をかけてくださったり、私の方から声もかけさせていただいたり、平時からのつながりの大切さを感じました。この防災国体2019で得た新たなつながりも同じく大切にし、学び合いながら、いざという時助け合える緩く温かな関係ができたらと思っています。
このような成果を踏まえまして、来年に向けての目標が3つあります。1つ目は、Facebook などのフォロワーをさらに1000人以上にする。今現在1350人のフォロワーの方がいらっしゃいます。2000人をなんとか目指したいと思っています。2つ目は、全国の防災に取り組む方、特に今私が住んでいる愛知県、東海、そして私実家が京都なんですけれども、関西圏の方と100人以上つながること。3つ目は新しい防災グッズの発表です、といったことを目標に取り組みたいです。一緒に取り組んでくださる方や、力になってくださる方、また私たちが力になれる方、ぜひお声掛けください。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは日本ボーイスカウト愛知連盟のご報告いただきます。皆さんこんにちは、日本ボーイスカウト愛知連盟の原です。皆さんはボーイスカウトっていう言葉を聞いたことあるでしょうか。あるって方いらっしゃら手を挙げていただくと。皆さんありがとうございます。ボーイスカウトは青少年の教育団体であります。小学1年生から大学生、成人以降は指導者として生涯を通して活動していくことができます。青少年に対しさまざまな体験を通じて、自然との触れ合いや仲間との協調性、国際性など、国際的な力を身につけることができます。また全国に約9万人の仲間たちがいます。私たちボーイスカウトのモットーは備えを常にです。日頃の野外活動から、備えることの大切さや準備の大切さなどを学んできました。今回私たちのワークショップは、大学生年代が企画し、高校生年代と協力して運営を行いました。ボーイスカウトでは行うことによって学ぶを大切にしております。若者から小学生以下の子どもたちに対して、簡単な工作の体験ブースを展開しました。防災国際2019では、多くの来場者の子どもが参加 していただけて、自分たちの手で新聞紙からスリッパを作ったり、袋からポンチョを作ったりすることができました。また参加した子どもからは、また家でやってみたいなどの声を聞くことができ、保護者の方々からも私たちの活動に興味を持っていただくことができました。ボーイスカウトは、イオングループさんと共同し、全国のイオンモールで全国、防災キャラバンを行っております。全国70会場以上で約2万人を目標としているので、今後とも地域防災の向上に役立てるよう頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。皆様ありがとうございました。防災の裾野が広がっているなっていう感じのする発表だと思います。この他にもですね、魅力的なコミットメントがございましたが、ここで5つほど読み上げさせていただきます。愛知県弁護士会、防災教育チャレンジプラン、三重大学、熊本県 BGM スクエア実行委員会、この5つですが、まず愛知県弁護士会、愛知県弁護士会内の自然災害による被災者の 債務整理に関するガイドライン、これの登録支援専門家数を今よりも 50% 増とするという目標を掲げておられます。防災教育チャレンジプランは2023年の関東大震災100周年を目標に、防災教育制度化の10年と位置づけ、2020年の防災国体までに防災の担い手となる、実践団体数および、それを推進するためのサポーター数をそれぞれ 20% 増とするという目標を挙げておられます。三重大学減災防災センター、三重防災人材バンクというのがありまして、これは、防災・減災に関する知識や経験、技能を有する人材の情報を集約している、三重防災人材バンクということなんですが、登録者数を
今よりも 10% 増とするというものです。熊本県は熊本地震デジタルアーカイブの資料収集件数を、平成31年3月末時点で約19万件を収集して約8万件を公開しております。これを令和2年、来年の3月末時点までに20万件にするという目標を持っておられます。それから、5番目の BGM スクエア実行委員会は、この実行委員会が手掛ける防災音楽フェス BGM スクエアを2020年4月11日に、来場者数4000人を目標にもう開催を予定しておられます。昨日外でやっておられたのでちょうど私たまたま居合わせて、その時におっしゃっていましたが昨日ですね、来場なさった方たちに白い布にいろいろ一言メッセージを書いていただいておりました。そのメッセージをもとに作曲なさってこの4月11日には報告したいということをおっしゃっていたので、大変いいことをしてくださるなという感じです。それからこの BGM スクエアは過去の被災地だけでなくて、全国のまだ災害に遭ったことのない地域がありますよね。でそこにも回って、音楽フェスをしたいという展望を持っておられました。皆様もつけておられると思いますが、今回のこの、防災バッジ、これのロゴの説明をちょっとさせていただきます。皆さんお分かりでしょうか。防災の B 出ませんかね。防災の、はい、ありました。これ B という字ですよね。 B とともにこれハートになっているっていうのお分かりでしょうか。人と人が助け合う愛、ハートによって成り立つことを示しています。安全で安心な日常を願うデザインとなっていますということを内閣府の方からご説明いただいて、なるほどと思いましたが、このようにですね、今大会のテーマに沿った成果が私は挙げられたんではないかなというふうに思っています。そして各団体のそれぞれ目標を挙げておられますが、それが達成できること、また自助共助公助力の連携を強固になるようにそれぞれが努力することをここにおられる皆様と一緒に誓って、クロージングセッションを閉じたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。学ぶ、つながる、強くなる、その趣旨にも沿った素晴らしい出展団体の皆様、そして池上理事、皆さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。続きまして、今大会において企画段階から産官学さまざまな団体を巻き込み、防災国体2019を大いに盛り上げていただきました名古屋大学減災連携研究センター長の福和先生に、今大会の総評と次の大会への期待についてお話しいただきます。福和先生、お願いします。名古屋大学の福和と申します。この2日間本当にお疲れ様でした。1日目は少し雨が降りましたけれども、それでもこんなに多くの方々に参加していただいたことを我々名古屋のチームの一員として大変感謝申し上げたいと思います。この国体、今回は学ぶ、つながる、強くなるというテーマを掲げましたが、皆さん本当によく学ばれ、そしてあちこちで笑顔を絶やさず一緒に話している方がたくさんいらっしゃいました。きっとこういう成果がこの町も含め日本全体が強くなっていくことにつながっていくと思います。そういったことを頭に置きながら、まずは現在も被災の中苦労されている台風15号、19号で頑張っていらっしゃる方々にお見舞い申し上げるとともに、今被災地で支援のために頑張っていらっしゃる方々にもさらにエールを送りたいと思います。今日も例えば内閣府の方々、あるいは県や市町の方々、被災地に支援している方々がこの2日間だけ戻ってきて一生懸命みんなと触れてくれました。そういったことを踏まえながらも、とにかくこの2日間で無事終えることができましたこと、本当に皆様に感謝申し上げたいと思います。
特に主体的に取り組まれた名古屋市、それから愛知県、内閣府の皆様、そして多くの企画を作ってくださった参加機関の皆様に本当にお礼申し上げます。で、先ほどもお話がありましたが、今回は非常にたくさんの参加機関がございました。全部で211団体というふうに聞いております。昨年に比べると倍増なんです。で、東京の方々は多分同じ数で、地元の方々が半分ということで、こういった機会に地元が活性化されるんだということを、改めて、思っております。それから来場者数も、人口がはるかに多い東京とほぼ同じということは、密度としたら素晴らしいということで、これも私たち、名古屋の人間としては嬉しいことであります。で、今回3つ、大切なことがあったと思いますが、1つ目ですが、こういった災害被害軽減の取り組みを進めるには、どれだけ多くの人たちがこういった場に参加してくれるかということに、つきます。で、多くの人が参加し行動していくということになりましたが、まず第一番目に素晴らしかったことは、参加機関が多かったこと、それから多くの人たちが来場してくれたということで、まずこれは一つ目の二重丸であるかと思います。それから二つ目は、それぞれの人たちが自分の力の限界を知った上で、自分だけではできないことについてみんなで一緒になって助け合おうという、そういう気持ちになることであります。そういう意味でこの大会のテーマはつながるということが入ってましたが、至るところで連携を行うためのセッションやワークショップが開かれておりました。特に産官学民の連携、あるいはいろいろなセクターの間の連携、そして過去に起きた災害を互いに学び合って地域間をつなげるというような連携、それから年配の方からずいぶん子どもが多かったということも含め、年代を超えた連携というようなことができたような気がします。そういう意味では2つ目の二重丸は連携ということではないかと思います。それから3つ目は、こういった大きな大会を開催させていただく地元にとってのメリットです。で、こういった大会をいろいろな場所でやっていただくことによって、その開催地の防災力が一気にアップするような気がいたします。で、そういう形にこういった大会を活用していくことが必要だと思いますが、今回この大会を通して地元の方々が新たな交流を見、そして地元の方々が元気になるというようなことができてまいりました。これが3つ目の二重丸であると思います。で、問題はこれを一過性にせずに、この素晴らしい連携が今後ともつながるような形で、地元の名古屋市さんや愛知県さんが続けていただけるような仕組みが作られていくのではないかと思います。ということで、今申し上げましたように、3つのこと、多くの人が主体的に参加し、そして連携の力を育み、さらに地元の防災減災活動を盛り上げるというような形、これを実は来年の広島の方々にも大いに期待したいと思っております。ただ広島は名古屋よりももうちょっとちっちゃな町になります。で、名古屋の場合は一応三大都市の隅っこぐらいに入ってますから、人数もまあそれなりにいますけれども、広島になるともう少し人数が減ってきます。逆に言えば、広島で開催するときには広島の方々もとっても頑張ると思いますけれども、それに加えて、他地域の方々も一緒になって応援をしながら素晴らしい大会を作っていく、そういうような雰囲気作りをしていただけると良いのではないかと思っております。最後に改めて台風15号や19号で被災された方々にお見舞い申し上げたいと思います。この災害を見ておりまして、本当に社会の総力で何とかしようと取り組んでいらっしゃる方々がたくさんいるということに大変感動いたします。昨日も夜に鎮防災ジャパンが中心になって緊急的な報告会をさせていただきました。
本当に多くの被災地がそこに参加し情報を共有することができたというふうに思っております。そういう意味でも大変この大会は素晴らしい大会だったと思います。今後南海トラフ地震とかあるいはスーパー伊勢湾台風というようなものを控えております。そういったものに対して今回の学びをぜひ生かしていきたいと思っております。最後に素晴らしい国体を開催していただいた皆様に御礼申し上げたいと思います。どうも大変お疲れ様でした。ありがとうございました。今回のテーマでもあります防災をもっと日常にしようという取り組み、福和先生は普段からされております。その福和先生の存在なくして今回の成功はなかったと聞いております。福和先生ありがとうございました。それでは次に次回大会防災推進国民大会2020の会場などについて防災推進協議会運営委員会の宇田川智博委員長にご紹介いただきます。宇田川委員長よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました日本損害保険協会の宇田川でございます。防災推進国民大会主催団体であります防災推進協議会を代表して発表いたします。今ほど福和先生からもお話すでに出てたかと思いますが、来年のですね防災推進国民大会2020の開催地は広島市です。はい、いい開催日程はですね2020年の10月上旬でございます。次に広島市を開催地としました理由についてご説明します。2020年は広島県では今も戦後最大の災害である枕崎台風、これはちょうど昭和20年1945年の9月から75年ということになります。また土砂災害防止法制定の契機となりました平成11年6月豪雨からも早21年となります。それと土砂災害を起こした平成26年8月豪雨、避難の遅れが課題となった平成30年7月豪雨についても、記憶に新しいところかと思います。戦後の我が国の災害を振り返り、その教訓を共有し、我が国の公助と連携した自助・共助による防災について、全国民にメッセージを発信するためには非常に重要な節目となります。また広島県では愛知県同様南海トラフ地震による大きな被害が想定され、加えて土砂災害など危険箇所、こちらが約3万2000箇所と、全国で最も多い県であります。そのためみんなで防災、県民総ぐるみ運動を実施するなど県民自主防災組織、事業者、行政などが一体となって災害時ゼロ、こちらを目標に公助と連携した自助・共助の推進に取り組まれており、このような活動を西日本ひいては全国に共有することは有意義であると考えるからであります。これらの観点から防災推進協議会、防災推進国民会議、内閣府で協議の結果広島市を開催地としたものです。それでは開催地の広島市を代表して勝田危機管理室長から開催地の紹介と次回大会についてご発表をお願いします。それではよろしくお願いします。それでは次回の防災国体2020開催地となる広島市の勝田博文危機管理室長より次回大会への抱負についてお話しいただきます。勝田室長よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました広島市危機管理室長の勝田でございます。先日ではございますが来年度の防災国体2020の開催地といたしまして
ご指名をいただきましたので、ご挨拶させていただきたいと思います。広島市は、国際平和文化都市を目指しておりまして、広島市の PR も兼ねて一言ご挨拶させていただきたいと考えております。その前にですね、先週の台風19号で被害に遭われました方々へ心よりお見舞い申し上げますとともに、被災地の皆様が一刻も早く元の生活が取り戻せるよう、祈念申し上げますとともに、本市としましても今までの災害時の、皆様のお力添えいただき復興した経験を生かしまして、できる限り支援したいと考えております。それではまず、広島市の防災について話をさせていただきたいと思います。先ほどですね、いろいろご紹介いただいたところなんですが、皆さんご存知だと思うんですが、広島はですね、全国で一番多く土砂災害の危険箇所がございます。で、土壌は、花崗岩が風化して、できた摩擦地というのが広がっております。この摩擦地は水を含むと、脆く、崩れやすい性質を持っています。そのため、過去20年間の間にですね、先ほどご説明がありましたが、平成11年の6月豪雨、それから平成26年の8月豪雨、平成30年、7月豪雨と、3度の大きな水害を経験しました。多くの人命が失われ、多くの被災者を出したこの災害で、得た教訓を忘れることがないよう、多くの方々に伝える義務があると思っております。現在の、広島市の防災対策は、これらの、災害を教訓にし、常に検証を行い、必要な改善を行うことで作り上げてきたものです。昨年度の、災害を受けまして、本市では、避難対策等検証会議を行い、住民自らが、災害の危険性を我がこととして認識することが極めて重要ということ、そしてその後の避難行動については、地域コミュニティの役割が大きいということを認識し、これらを推進する施策を行っているところでございます。続きまして、広島市の魅力について、説明させていただきたいと思います。広島市の、表記によって音は同じ広島でも、さまざまな使い方を行っています。本日はその一例を紹介しながら広島の魅力をお伝えさせていただきたいと思います。まず、漢字の、広島、広島と命名されたことを強調する際に使用いたします。広島は市内に6本の美しい川が流れることから水の都と呼ばれ、その起源は1589年に毛利輝元が太田川デルタの大きな三角州に広島城、これ里城とも別名申しますが、を築いたときに遡ります。この三角州が大きな島に見えたことから広島と名付けられ、その後広島は毛利、福島、浅野市の城下町として栄え、西国一のにぎわいを見せております。広島は工業、商業が盛んであり、一方山海の豊富な自然にも恵まれ、農業漁業も盛んであり、日本の縮図とも呼ばれております。ちなみに来年の防災国体2020は平和記念公園にあります、国際会議場とその周辺で行う予定としておりますので、ぜひ平和記念公園を歩いてみていただきたいと思っております。ひらがなの、広島でございますが、豊かな文化を持つ都市であることを示すときに使用させていただいています。観光紹介などではよくこの広島が使われます。世界的にも有名な世界遺産であります原爆ドーム、熱狂的なファンが多く広島を代表するスポーツチーム、プロチームであります広島東洋カープとサンフレッチェ広島、広島のソウルフードでございますお好み焼き、日本一の生産量、全国のシェア 60% を誇ります牡蠣、全国的なイベントであります第37回全国都市緑化フェア広島花の輪2020も来年度開催する予定でございます。このように広島は多くの見どころがあります。ただ何といってもカープの順位が町の盛り上がりにはですね、大変大きな影響がございます。他球団のファンの方々もですね、防災関係者に限って来年度だけでも結構でございます。カープのご贔屓をよろしくお願いいたします。
カタカナの広島でございますが、これは被爆都市としまして世界恒久平和の実現を目指す都市であることを示すときに使用させていただいております。国際会議場に隣接する平和記念資料館は、今年4月25日にリニューアルいたしまして、写真やコンピュータグラフィック、被爆者の遺品や、被災写真等の、実物資料により被爆を、自らのことのように、肌で感じていただくこと、核兵器廃絶に向けて動き広島の復興への取り組みなどを、知識として習得していただけるようにしております。来年被爆75周年を迎え、広島は被爆地として平和と希望の象徴として未来の都市の在り方を世界に配信し続けます。最後に、ローマ字の広島ですが、広島は平和への取り組みを基軸として世界都市を目指す都市であることを示すときに使用します。広島県の外国人観光数は、10年で5倍以上に増えまして、今年も増え続ける予定でございます。防災国体が開催される10月は観光シーズンということもあり、多くの外国人観光客が、平和記念公園にやってきます。そういった方々にも防災国体に足を運んでいただき、日本の最先端の防災を、外国人の方々に紹介する場として大いに期待しております。まだまだ、魅力は尽きませんが、今年度、防災国体2019、大盛況のうちに終わっております。先ほども話がございましたが、広島は、まだまだ名古屋に至らないような小さい都市でございます。皆様方の協力をいただきながら、この大会に負けないよう大盛況にしていきたいと考えておりますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。最後になったんですが、ちょっと広島弁で広島のアピールをさせていただきたいと思います。広島はええとこじゃけ、来てみんさい。これが広島弁なんですね。来年度、皆様方のお越しを心よりお待ちいたしております。ご清聴ありがとうございました。勝田市長、ありがとうございました。次回の防災国体はもちろんなんですけど、別の意味でもまた楽しみな大会になりそうです。では最後に、主催者を代表しまして、内閣府より防災推進国民大会2019閉会の挨拶を申し上げます。ではよろしくお願いします。この2日間この名古屋での防災国体2019に大変大勢の方にご来場いただき、防災のことを考えていただきました。とても有意義な大会になりましたこと、心より御礼を申し上げます。この大会の締めに、そして来年の広島での大会に向けて、内閣府防災担当今井絵理子政務官よりビデオメッセージにてご挨拶を申し上げます。皆さん、こんにちは。内閣府大臣政務官の今井絵理子です。今年の防災国体は台風19号への対応中での開催となりました。私もぜひ会場を訪れたい気持ちがいっぱいでありますが、現在災害対応中であり、ビデオメッセージにてご挨拶申し上げます。まずはじめに、台風19号により多くの方々がお亡くなりになられました。ご冥福をお祈りし、そして被災された方々へ心よりお見舞いを申し上げます。私自身、議員になる前から東日本大震災をきっかけにですね、数多くの被災地に足を運びました。ボランティア活動でありましたが、そこの被災地の方々と
直接お会いをし、お話をすることで、この防災、まあ、災害に対しては、まあ、本当に私自身も皆さんと一緒に頑張っていかなければいけない、そのような思いであります。地域が受けた被害の大きさ、まあ、今回もそうなんですけれども、障害のある方々への支援における課題なども改めて認識しました。被災の現状、そしていただいた地域のご要望をしっかり受け止め、引き続き地元自治体と連携をし、政府一体となって災害応急復旧対策に取り組んでまいります。災害対応中の中、関係者も含めですね、皆様ご多忙の中、本当にこの防災国体に足を運び、多数のご来場を受けたまわり、厚く御礼申し上げます。災害が巨大化、激甚化、長期化する中で、国民一人一人が自助、共助について学び、考えることがますます重要になってくると思います。また地域の防災力を充実強化していくためには、女性の感性であるとか知識、発想等が不可欠であると思っております。昨日はですね、女性パワーについて考えるセッションなどが開催され、白熱した議論がなされたと伺っております。今年は2日間でセッション、ワークショップ、そしてプレゼンブースポスター、また屋外の車両の展示など、産学館また市民団体がバランスよく、全部で211団体からの出展がなされ、専門家の方々から子どもたちまで、あらゆる方にとって防災のための新たな気づきが得られたのではないでしょうか。また今回は愛知名古屋防災フェスタと同時に開催されたことによって、連携効果が生まれ、より多くの方々の参加が得られたと思います。出展者の皆様の防災へ向けた努力の結集がですね、この大きな成果へとつながったものと思っております。また災害対応に当たられながら出展をされた団体も多いと伺っております。改めて出展者の皆様には感謝申し上げます。来年の防災国体は広島市で開催をするということが先ほど発表されました。さらに防災の知見を蓄え、自助・共助の取り組みを進めることによって、日本をより強靭な国にしたい、そして広島大会がですね、その新たな知見を皆様と共有することにより、より充実した大会にしたいと主催者として思いを新たにしたところであります。来年も多くの皆様にご参加いただけることを心より記念いたしまして、主催者挨拶と返させていただきます。どうもありがとうございました。今井政務官、ビデオメッセージありがとうございました。そして中尾参事官、ご紹介ありがとうございました。2日間にわたってお送りしてまいりましたこの防災国体なんですけども、ここで培ったものをですね、来たるべき災害にしっかりと生かしていければなと思っております。そして来年広島で皆様とまたお会いできることを楽しみにしております。2日間にわたりまして皆様どうもありがとうございました。